そう、あのね、そう、昨日、ツイッターでラミアがプチュプチュプチュってやってたのを、そう、ついツイッターのノリ、ツイッターのノリじゃない、ディスコードのノリでね、プチュプチュプチュって送っちゃったんだけど、結構ね、ラミね、ディスコードでみんなにプチュプチュするとこありまして。そう、すぐね、プチュプチュするの。そう、でもね、そう、見返してみたの。ディスコードで、いや、いつもそう、ラミブチュブチュしてるから、ついやっちゃったなと思って、そう、結構そう、ねねちゃんにブチュブチュしてるやつ見返したら、なんと、ラミ、ねねちゃんにブチュとかジューとか、送ってるのに対し、ねねちゃん、そうスルー。ラミ、スルーしてるんだけど、スルーされてるんだけど、ねねちゃんに。でね、そう、じゃあ、他の人はどうなんだろうと思って。オマルンを見てみたの。オマルンにもブチュって送ってるから。そうね、オマルンは、そう、ラミがチュって送ってる。あ、アンチキ、べしょべしょってきた。そう、べしょべしょって言われたから、べしょべしょになるほどブチュはしてないけど、と思って。この間ね、ねねちゃんからものすごい気持ち悪いディスコード来たんだよ。ものすごい気持ち悪いディスコード。いつだったかな？それはさすがに引くと思って。なんだっけな？あ、これだ。ちょっとでもこれ、ラミーが言うのも嫌なんだけど、二人で、お部屋みたいなところにいたんだけど、ラミーが先に入ってて、ネネちゃんがいなかったんだよ。で、そう。なんだっけ、寂しいってラミーが言ってて、そう。そしたらなんかネネちゃんがものすごい速さで来て、これ言うのもあれだな。ラミーが、ちょっと、ねえちゃん、早すぎて鼻水出たわって言ったの。 これ言うのもあれなんだけど。さあ、ねえちゃんが、貴重な鼻水だね。回収いいかなって言ってきて。ラミーの水で商売始めた。こりゃ高く売れるわ。ここ最近で、ね、一番気持ち悪かった、ね、姉ちゃん。そう、こんなに気持ち悪いこと言うのに、ラミーが姉ちゃんにブジュってすると、ねねちゃんはラミーのことをそうするする。どういうこと？ いいねで買います。売らないよ。売りません。これ、あれだよ。買うって言った人も、ラミーはもう、気持ち悪いって言うよ。そう。まあ、そういう感じで。今日何の話してんだろう。